スラスラスラー、スエチャンネルです。元日スペシャルまであと8日、ジョブチューン風ガチジャッジローソン編、ハッピーニューイヤーの違いますよ、今日はメリークリスマスだろそういうツッコミが今聞こえてきたんですけども、今回元日スペシャル、コンビニ大手3社が8品を持ち寄ってジャッジを行うっていう、元日にやる企画じゃねえっていうね、ツッコミが来そうなやつでございますけども、内訳としては各コンビニ飯系を5品とデザートを3品、飯系の5品は和洋中の査定人たちが集まっておりまして、スイーツ3品はいつものスイーツメンバーといっても1人変わってるんですけどもね、でお送りするって形になっております。で、その中でもローソンは先週のジョブチューの放送を前に明かしてくれておりましたので、ことの進みが早くて今回はローソンの8品をジャッジさせていただくことになりました。さあ、その8品を早速紹介していきましょう。ポンポン行くね、8品多いですからね。いきますよ。まず生たらこおにぎり、ホルモンチャーハン、海鮮かき揚げ丼、センターグリル監修ナポリタン、唐揚げくんレッド、スイーツからはマリトッツォ、ワッフルコーンソフトクリーム、そして代名詞となりつつある生ガトーショコラ、以上の8品でございますね、多いのでサクサクやっていきましょう。早速本題に入ってしまいましょう。まずはこちらから。さあ、まずはおにぎりから熟成生たらこでございます。さあ、おにぎりってそんなに難しい感じはしないんですけどもね、果たしてどうなんでしょうか。たらこの中身にたどり着くまで時間がかかりますねこの時点ではまだたらこはほとんど入っていません、口の中には。さあ、二口目でようやくいったが、でもたらこの中心部はまだ下の方にありますこの配分ってどうにかなんないのかねあ、これも審査対象になりますね。あまり深掘りしない方がいいでしょう。果たして審査結果はどうなるのか。はい、ということで、いつもならこのまま査定に行くのですが、また検討しましてルールを変えます。今まで合格不合格の2元論で、一応今回もまだベースに合格不合格の2元論は残っています。ただし、不合格を細分化しました。不合格の中でも惜しい不合格と大酷評の不合格っていうのがあると思ったんです。なので今回、これ緑を出した場合、緑を出した場合が惜しい不合格。そして青を出した場合が正真正銘の不合格、大不合格。って感じになります。まあ、ジョブチューンの本家放送だとしたら、まあ、この2つ出されたら不合格だと思ってください、ね。不合格を細分化するっていうことをちょっと今回新しいルールとして付け加えさせていただきました。いや、これ素晴らしいですね。まあ、コンビニのおにぎり自体最近レベルは高いと思うんですけども、たらこがしっかり量が入っていたっていうのが好印象。もちろんたらこの味もしっかり感じるし、コンビニでここまでのたらこを出せるんだったら僕は十分だと思いますよ。あのうどん屋さんだってさ、たらことか明太子のうどんとかやるとすぐ個性が消えてしまうのよね。それと比べたら全然やっぱすごいと思う。良かったんじゃないかなと思いますね。続いてホルモンチャーハンなんですが、なんと食べてるシーンが撮れていませんでした。いや、謎すぎるんですけども、うわー、ごめんなさい。じゃあ査定に行きます。これはもう致命的な欠点を言います。ホルモンが全然味しません。
ホルモンの旨味っていうものを全く感じられない、もうゴムみたいって言っちゃうと失礼かもしれないんですけども、そんな感じでございました。でも、チャーハン自体も少し辛味があって良かったと思うんですけども、やはりなんか旨味っていうところまでいってないかなっていう気がしますね。これだったら普通のチャーハン買った方が全然満足度は高いと思う。わざわざこの品を買いたいとは全く思わない。まあ、改善点としては、もっとホルモンを味わい深いものにする。それに尽きるんじゃないかなと思いました。さあ、続いては海鮮かき揚げ丼でございます。街角厨房っていうものがあるところでしか売っておらず、しかも最近そこ通ってもあまり売ってない気がしますね。もうちょっと生産量増やせないんですかね。さあ、味はというと、お、ちょっとうなずいたか？これは期待ができるかもしれません。果たして査定はどうなるのか？この辺が悩んで、でもこれ本当にね、今回この緑不合格を導入した一つのきっかけと言ってもいい品でございます。間違いなくスーパーで食べるべっちょんべっちょんのもう胃もたれしかしないようなかき揚げ天丼よりははるかに美味しいと思います。ただし引っかかった点としては、海鮮かき揚げ丼と言ってる割に海鮮が少なすぎるし、それの存在感自体が本当になかったっていうところが残念だと思いました。もっと海鮮を足してほしかった。それがあれば合格になっていた。っていうところで、断固不合格ってはちょっと言い切れないと思って、今回柔らかめの不合格を作った次第でございます。惜しい。さあ、続いてはセンターグリルからお墨付きを得たナポリタンでございます。横浜の老舗洋食店、目覚まし8の司会谷原章介さんもお気に入りのお店らしいです。さあ、行きましたがどうでしょうか。おーっと、無表情、むさ苦しい表情ですね。ほっぺたのデブさだけが目立っておりますけども、微妙な感じですね。果たして査定はどうなるのか。これも惜しかった。麺の太さ、これは本格的なナポリタンだったと思うんですよね。ただそれに見合ったトマトソースの量ではなかったかなと。もっとトマトソース足して濃いめの味に仕上げるのがナポリタンの大きな特徴なんじゃないかなと僕は思いましたね。まあ日本生まれの食べ物だしね。なんか濃い味の方が似合ってる気は僕はしますよ。もうちょっとトマトソースを足しましょう。それ以外はよくできていると思います。お食事系の最後、唐揚げくんレッドでございます。この前の元日スペシャルでは、アロマフレスカの原田さんだけが不合格を出していた唐揚げくん、今回はそれのレッドバージョンでございます。おーっと、険しい顔ですね。これ外で撮っております。人目もはばからず変顔をしております。 唐揚げくんならきっと大丈夫だと思うんですけども、査定はどうなるのか。唐揚げくんはもうこのまんまで僕はいいと思っている。まあ、昔から唐揚げくんレッドを食べてきていて、まあそのまんまの味だなと思いました。後引く辛さっていうのが結構面白いなと思うんですよね。で、あとお肉自体もジューシーとはかけ離れているから、正直これが嫌いな方もいますよね。まあでも、
それでいいと思うんですよ。唐揚げくんはそうあるべきだと僕は思います。ジューシーってよりもお肉の柔らかさを追求してる感じ。これはアイデンティティとして認めていいんじゃないかなと僕は思いますね。はい。ここを無理に変える必要はない。十分だと思います。はい。ということでね、飯系5品を見てまいりましたけども、見事に分かりましたね。内訳としては合格2、惜しい不合格2、そしてダメダメ不合格1でございました。コンビニの弁当は難しいっすわ、本当に。味気がね、どうしてもなくなりやすいところがあるので、かといって濃くしすぎると、化学調味料ベタベタやめた方がいいみたいになるから、まあ難しいバランスだとは正直思いますけどもね。じゃあ、こっからはスイーツの査定に参ります。まずはマリトッツォ。これはインサートを取るのを忘れました。まず一口。パンとクリームの部分をいきました。いや、それしかないです。おっと、なんか嬉しそうな表情ですね。これ、目笑ってるタイプ。でもまたちょっと。でも大丈夫。目の奥多分笑ってる。笑ってる。笑ってる。うん、大丈夫だ。信じよう。果たして査定はどうなるのか。これすごく良かったと思いますよ。クリームの仕上がりがまずいいですね。重すぎないっていうところがすごく好感を持てたところ。ちょっと入ってるヘーゼルナッツチョコの感じも良かったかなと思います。まあもうちょっとあっても良かったと思う。で、またパンもね、非常にクリームとマッチしてるようなやつで。まあ、マリトッツォって聞くとなんか乱暴な食べ物に僕は聞こえてたんですけども、まあ、これ食べてやっぱ考え変わりますね。しっかりスイーツとしてできている心地よいスイーツだったかなと思います。続いてはソフトクリーム。冷凍庫から出して5分か10分くらい放置していたので若干溶け出しているような気がしますが、アイスクリームはそれくらいがちょうどいいんじゃないかなと思って判断しました。さあ、なんか成分を見てるみたいですね。一口食べてみてなんか気になることがあったみたいでございます。とまた見てますよ。やっぱなんか違うんですかね。そしてワッフルコーンも一口いきました。なんかまた見てますよ。どんだけ見んねん気になりますね。査定はどうなったのでしょうか。これは牛乳が泣いちゃってるかなと思いましたね。蒜山高原ってすごく牛乳の名産地、ね、この中国地方のこの辺の牛乳ってすごく美味しいのね。それは感じたんですけども、ソフトクリームじゃないですね。これは正直ソフトクリームみたいな口どけは全くないです。これは脂肪の塊です。脂肪の塊を冷凍しただけです。何食べてるのかわからなすぎて、もう戸惑いすぎた10分間です。うん。で、あとワッフルコーンがしなっちゃってます。カリカリしてて、その中でなんか香ばしさとか、なんかちょっと甘みとか、そういうの感じるのがいいはずなのに、これはしなっちゃってて正直ダメですね。まずワッフルコーンをもっとちゃんとしならないような工夫、湿らないような工夫をするのと、あとやっぱソフトクリームらしい口どけ、それを演出できないものか、全然研究の余地は残っているかなと思います。もう一度言います。牛乳が泣いちゃってるかなと思います。ちなみに今はね、徳松さんのモノマネをしたつもりなんですけどもね、無理でしたね。鎧塚さんのまあまあの完成度だったんですけど、泣いちゃってるかなーってあの人言いません？徳松さん言いますよね。泣いちゃってるかなーって。ね。多分そのセリフが僕聞こえてくるんじゃないかと思いました。これに関しては。じゃあ最後の品です。さあ最後はローソンの新定番。
ガトーショコラでございます。匂いを嗅いでしっかり味わってください。表情は変わりません。チョコレートはやっぱり厳しいのか。本当に何も動かないですね。さあ、ローソンの正念場でございます。査定はどうなったのでしょうか。はい。まあ、ガトーショコラとして9大点だと思いますね。まあ、しっかりチョコレートの感じもあるのと、まあ、生だから口どけが滑らかにできている。ね、もそもそしてないっていうところだけでも、よくコンビニでここまでのクオリティ頑張れてるなと思いますね。なんかお酒ちょっと使ってキレを出すとかっていうのを僕はやったらいいんじゃないかなと思ったんですけども、まあ、万人受けする味としては、これが多分理想形なんじゃないかなと思いますね。これくらいできてればコンビニとしては上々という考え方でございます。はい、ということでね、コンビニ8品、まずローソン編8品やってまいりましたけども、なんかバランスよくいきましたね。内訳発表させてください。ダメダメ不合格2品と惜しい不合格2品と合格4品。バランス的には半々になりましたね。不合格の中でもまた半々に分かれました。綺麗なジャッジ結果だと思いますが、多分本家ジョブチューンではもう少し合格の数が多いんじゃないかなと予想しております。最後にちょっと予想書いて終わりましょう。毎度おなじみ当たらない予想書いて終わりましょう。はい、こんな感じでございます。まあ、おにぎりはもう文句ない仕上がりだと思う。で、ホルモンチャーハンは、一人竹村さんあたりが、お情け合格を出すんじゃないかなと思うんだけども、中華の人たちの厳しいジャッジが予想される。ちなみに予告見た感じ、今回中華3人いて、菰田さん、沢田さんプラス、女性料理人の五十嵐さんですね。陳健一さんを料理の鉄人で結構追い詰めたっていうことでね、話題になってるあの女性の中華料理人さんが、多分賛成してる模様です。かき揚げ、これは意見が割れるんじゃないかなと思うんですけども、4少ないかな、5かな、5な気もしてきたある程度指摘をしていけないっていうなんかタブーはあるらしいナポリタン、これも割れる。まあ、もうちょっとやっぱ味濃い方がいい。唐揚げくん、まあやっぱり一人唐揚げくんの唐揚げに対するケチをつける人はいてもおかしくはないかなと思う。ジューシーさとは違うから。マリトッツォは綺麗にできたと思います。ファミマのあのシフォンケーキ、シフォンのマリトッツォと比べるとどうかっていうところもあるんですが、まあ正統派としてはこんなもんじゃないかなと思います。ソフトクリーム、これはあのファミマの食べる牧場ミルクで僕大外しした経験があるんですが、懲りずにここは大胆不合格予想です。ガトーショコラ、まあ土屋さんとかあの辺はめちゃくちゃショコラにうるさいですから、そこで不合格が出ることは予想されますね。満場一致とはいかないと思う。毎度言いますが、これ絶対どっか大外れすることは確定してますのでね、大外れしてもあまり叩かないでくださいはい、ということで、まあ今回ローソン編やってまいりました。ファミマ編もね、できるはずなので、大晦日に通常運転であげることになりますが、今回この動画良かったと思う方、次週ファミマ編も見たいよーという方、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そして明日はスイーツ新審査員、あじきシェフのお店をジャッジしていきたいと思いますので、そちらも見てください。ではまた明日会いましょう。バイバイ。イメージとしては大井町線ですよね。緑の大井町線各駅停車は二子新地、高津には止まらなくて、青の各駅停車だったらそっちにも止まるってね、そのシステムを踏襲しております。ね、鉄オタネタはいりません。じゃあ早速査定に参りましょうか。いきます。